こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケータニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは、ケータニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速苦手を紹介する前に、本日のスペシャルゲストを紹介したいと思います。苦手スポーツ界伝説の実況アナウンサー、実況一郎さんです。どうぞ。決まった、オーバーヘッド、同点、追いつきました。静岡県東海3県昇格へ、執念の1点。静岡県東海3県リーグ昇格をかけた運命の試合、挑戦者の静岡県、悲願だった東海3県の称号まであと一歩となりました。長かった、あまりに長かった。静岡、今夜歴史を塗り替えるか。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。牧之原市にお住まいのラジオネーム、磯野波乗平さんの苦手です。私はサーフィンのパドリングが苦手です。最近サーフィンを始めたのですが、サーフボードに腹ばいになって沖まで手で漕いでいくパドリングが想像していた以上に疲れて、すでに挫折しそうです。出だしから体力を奪われクタクタになります。一体どうすればいいでしょうか。というわけで、本日の苦手はサーフィンのパドリングが苦手。その苦手しっかり受け止めました。パドリングはどうして出だしから体力を奪ってくるのでしょうか。僕と実況一郎さんがパドリングの心の声を聞いてきました。それではパドリングに代わって実況していただきます。実況一郎、全日本波乗りプロレスタイトルマッチ。波乗りプロレス界注目のカード、いよいよ始まろうとしています。波乗り界の新星ビギナーサーファー選手と、地獄の番人の異名を持つパドリング選手の夢のスペシャルマッチ、45分の一本勝負です。早速ビギナーサーファー花道から入場してまいりましたが、パドリングの姿はまだ見えません。悪役レスラーとして不動の人気を誇るパドリング、試合開始前の奇襲攻撃を得意とするだけに、会場は異様な雰囲気に包まれております。おっと、パドリング、いつの間にかビギナーサーファーの後ろに立っている。パドリング、ビギナーサーファーに不意打ちの先制攻撃。まだリングに上がっていない両者、ゴングは鳴っていません。それでもリングに上がろうとするビギナーサーファーに、パドリングの容赦ない筋肉痛攻撃。みるみるうちにビギナーサーファーの腕がパンパンになっていく。防戦一方のビギナーサーファー、ゴングが鳴る前から体力が奪われていく。パドリング、今度は背中の筋肉痛攻撃だ。というわけで、パドリングはプロレスのベテラン悪役レスラーだったことが分かりました。毎回恒例の試合開始前の場外乱闘が一番盛り上がるそうです。先輩レスラーの胸を借りる勢いで食らいついていけたらいいですね。それでは今日もお付き合いいただきありがとうございました。苦手レスキュー999、また来週のこの時間にお会いしましょう。苦手レスキュー、トリプルキュー。